あ、向田邦子、朗読、佐々木ルン。バスは混んでいた。20年も前の話だから、乗り物の数も少なく、おまけに乗る人間も冬は厚着であった。家の中も街も今よりずっと寒く、人は暗い色の冬支度に着膨れて、さっきだって朝晩のラッシュに揺られていた。その朝も私はつり革にもぶら下がれず、車の真ん中で左右から人に押されながら週刊誌を読んでいた。押し合いへし合いの中で、二つ折りにした週刊誌のページをめくろうとすると、